ジハラ情報局。今回は平成28年市長定例記者会見の模様をお送りします。市原市長小出譲二でございます。年が明けまして平成28年初めての市原市市長定例記者会見にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。昨年は市長就任会見をはじめ都合9回の記者会見を開催し46件以上の情報を発信したところ、記者の皆様のお力添えもあり本紙を新聞紙上で107件掲載していただけました。私が掲げております情報発信力の強化につながったことを感謝しております。本年も私自らが市政情報を発信するこの記者会見を重要な場と捉え、さらに充実させてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは中央図書館で美術鑑賞、深沢幸雄展の開催について申し上げます。今年度から本市の中央図書館に、ふるさと市原に輝く人物コーナーを設け、市原ゆかりの偉人を紹介しております。今回は市原湖畔美術館でも紹介しております、日本を代表する市原在住の銅版画家である深沢幸雄氏の人となりと作品の魅力を紹介してまいります。このように事務事業の縦割り意識をなくし、総合行政として仕事を進めることで、図書館と美術館のそれぞれを利用する方が行き交い、本市の施設やサービスを多くの方に知っていただき、利用していただけることを期待しております。文学講座特別講演会の開催について、図書館を情報発信拠点へについて申し上げます。本市では中央図書館に地の情報発信拠点としての役割を持たせ、他分野との連携や協力を進めてまいります。経済振興、発展との相乗効果も視野に入れ、ひいては人づくり、まちづくりに図書館を活用してまいります。その一環として、超整理法や超手帳法シリーズなど、多くの著書で知られる経済学者の野口幸男氏を講師に迎え、文学講座特別講演会を開催いたします。経済学という分野の講演会を実施することで、従来からの図書館利用者に経済学書籍を読んでいただいたり、図書館を利用していなかった方に来館していただき、図書館の活用方法を知っていただくきっかけとなることを期待しております。続いて、その他の案件についてご紹介いたします。介護予防のための発達シニア講演会についてです。高齢者の介護予防に役立つ基本的な知識の普及・啓発を目的に、2月6日土曜日に介護福祉分野で活躍中のノンフィクションライター中澤真由美さんをお招きして、老後の不安を安心に変える知恵と工夫の講演会を開催いたします。会場は御医会館です。婚活セミナーおよび婚活院市原の開催についてです。結婚活動へのサポート強化と婚活パーティーにおけるカップル成立率の向上を図るため、3月6日日曜日に外見コンプレックスに悩み克服した体験を持つ心理カウンセラー羽林ゆずさんをお招きして、異性との付き合い方や婚活に臨む心構えなどを学ぶ婚活セミナーを開催いたします。またその後、今年度3回目となる婚活院市原を開催いたします。市原未来会議の開催についてです。市原市では平成29年度にスタートする市の将来像やそれを実現するための施策などを取りまとめた新総合計画を策定します。
この新総合計画策定に向け、10年後の街の姿を市民とともに考えることを目的として、今年度無作為抽出による公募市民およそ100名から構成する市民会議市原未来会議を開催しました。今回は平成28年市長定例記者会見の模様をお送りしました。続いて確定申告に関するご案内です。今年も確定申告の時期が近づいてまいりました。そこで今日は確定申告について千葉南税務署の佐藤さんと国税庁 e-tax キャラクターの e-tax 君にお越しいただきお話を伺います。佐藤さん、 e-tax 君、よろしくお願いします。千葉南税務署の佐藤です。よろしくお願いします。はい、確定申告については毎年番組でもお伝えしてきていますが、確定申告の期間中は大勢の方が税務署に見えられるそうですね。はい、確定申告の期間中は毎年税務署の申告書作成会場が混み合い、長い時間お待ちいただくこともあるなど、ご不便をおかけしています。税務署に出向くことなく手の空いた時間に申告書を作成できるインターネットを活用した便利なサービスがあると聞いたんですが。はい、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーをご利用いただければ、ご自宅などで確定申告書を作成することができます。私でも作成できますか？もちろん作成できます。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力すれば、所得金額や税額などが自動で計算され、簡単に申告書を作成することができます。ああ、とっても便利ですね。確定申告書等作成コーナーを利用する際に気をつけることはありますか？はい、確定申告書等作成コーナーでは、まず申告書の提出方法を選択することとなりますので、書面提出の方を選び申告書を作成してください。もう一方の e-tax をご利用いただく場合は、事前準備が必要となりますのでご注意ください。はい、わかりました。それで作成した申告書というのはどのようにすればいいんですか？はい、作成した申告書を印刷していただき、必要な添付書類と一緒に税務署に提出していただくことになります。提出は郵送などでもできますので、税務署に行かなくても申告の手続きをすることができます。はい、自宅にパソコンとプリンターがあれば、税務署に行かなくても申告の手続きができるということですね。さて、ところでどのような方が確定申告をする必要があるのでしょうか？一般的にはご商売をされている方や、不動産の賃貸収入などのある方、土地や建物を売却された方などは確定申告が必要になります。また給与所得者の方でも、給与以外の所得が20万円を超える方、2箇所以上から給与を受給している方などは申告が必要になります。はい、では年金を受け取ってらっしゃる方、この方というのは確定申告はしなくても良いのでしょうか？年金受給者の方の場合、公的年金等の収入金額の合計が400万円を超える、または公的年金等の収入以外の所得金額が20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。確定申告をする必要がない場合でも、源泉徴収された所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することはできます。なお、確定申告が必要ない場合でも、市県民税の申告が必要な場合がありますので、詳しくは市役所の市民税課へお問い合わせください。はい、わかりました。ところで、給与と所得者の方で確定申告が必要ない方でも、確定申告をすることで税金が戻る場合があると聞いたことがあるのですが、これはどういうことですか？はい、例えば医療費控除や住宅ローン控除のほか、年の途中で退職し年末調整が済んでいない場合などは、確定申告していただくことで
税金が戻る場合があります。詳しくは国税庁ホームページの平成27年分確定申告特集をご覧いただければと思います。はい、わかりました。では確定申告はいつまでにしなければならないのでしょうか。平成27年分の所得税等及び贈与税の申告書の提出と納付の期限は3月15日の火曜日。個人事業者の消費税及び地方消費税の申告書の提出と納付の期限は3月31日の木曜日となっています。皆さん、期限までに忘れずに納めましょう。ところで、納税はどのようにすればいいのでしょうか。納税の方法は、期限までに現金で納めていただく方法と、預貯金口座からの引き落としで納めていただく振替納税という方法があります。現金で納めていただく場合、納付について税務署から通知などは届きませんので、納付期限までに税務署かお近くの金融機関で納付してください。次に振替納税ですが、納付期限までに税務署へ口座振替依頼書を提出していただければ、指定の預貯金口座から引き落としとなります。振替納税を利用すれば、税金を納めるための現金を持ち歩かなくて済みますので、安全ですし、とても便利ですよね。さて、今日はここまで確定申告についてお話を伺ってまいりましたが、最後に税務署からお知らせはありますか。はい、2点あります。まず1点目です。千葉南税務署の確定申告書作成会場は2月8日月曜日から開設します。税務署の確定申告書作成会場をご利用になる場合は、2月8日月曜日以降にお越しいただきますようお願いします。また2月から税務署の駐車場は利用できません。税務署の近くにも駐車場はありませんので、電車やバスなどをご利用いただきますようお願いします。2点目に、市原市役所の申告書作成会場は今年も2月16日火曜日から3月15日火曜日の間開設します。ただし今年から税務署職員の派遣を取りやめさせていただきましたので、規模を縮小しての開催となります。これまで市原市役所の作成会場をご利用いただいた皆様にはご不便をおかけしますが、確定申告書の作成相談は税務署の申告書作成会場をご利用いただきますようお願いいたします。また作成済みの申告書は直接税務署へ提出または郵送してください。はい、わかりました。昨年までの確定申告と違う点というのが、お知らせの2点目に、市原市役所でこれまで申告書を作成されていた方というのが、相談をしたいとか、ちょっと話を聞きながら申告書を作成したいという場合は税務署で行ってくださいというのが注意事項でしたね。はい、そしてパソコンをお持ちの方は、ぜひパソコンで申告書の作成にチャレンジしてみてください。今回は確定申告について、千葉南税務署の佐藤さんと飯田君にお話を伺ってまいりました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。